この交代は仕方ないかなと思いますけどね。ライトに大きな当たりが飛んでいる。見送った、入った、ホームラン。オースンファンが代打下園にホームランを打たれました。すっきりと3人でというわけではいきませんでした。差は1点、今ホームインで3対2になりました。まあ、昨日は坂本にサヨナラヒットを浴びた後、今日のこのマウンドで下園にホームランを浴びましたオースンファン。まあ、当然ですが、あの安藤、福原、ついて9回にこのオースンファンから最低限ね、この人が完璧であるという大前提があるんですが、だから今のね、高いでしょ、はい、だからその前の